消毒用アルコール。消毒用アルコールとは、医療分野で消毒に用いられる製剤のアルコール外用薬で、一般用医薬品の区分では、第三類医薬品である。日本薬局法では、消毒用エタノールが規定されている。それ以外の製品としては、消毒用イソプロピルアルコール製品が市販されている。アメリカ英語で、ラビングアルコール USB、イギリス英語で、 サージカルスピリット BP と呼ばれる。炭素数の少ないアルコールは容易に生体膜を透過する。一方、中程度の濃度以上では良心倍性を持つために細胞膜など脂質膜やタンパク質を変成させる生理作用を有する。そのような物理科学的作用を持つアルコールのうちエタノールやニプロパノールなど人への毒性が 相対的に低いものが消毒用に利用される。中程度の濃度以上のエタノールやニプロパノールでは、具体的には、原核生物である細菌などに作用すると、タンパク質の変性や溶菌などの殺菌作用を表す。また、人などの局所作用として、修練作用が現れる。つまり、ある程度水が存在する状況では、アルコールが膜を変性するとと,ともに、 透過したアルコールなどが、菌の内圧を高め、溶菌などの作用を表す。一方、高濃度では、タンパク質の構造水などの脱水作用が生じるため、変性作用が強く現れる。アルコール度数が高いものは、脱水作用により、細胞膜など外膜に対して、浸透圧による外圧が加わり、溶菌作用を減弱させるように作用する。w t のエタノールが、 最も殺菌作用が高い。そのため、日本薬局法の製品は76.9から81.4ボリュームパーセントであるが、60から95ボリュームパーセントの範囲でも、殺菌能力に差はほぼないとされる。脂肪で構成されるエンベロープを持つウイルスに対しては、濃度が高いほど効果が高い。分子量がさほど変わらないエタノールとに、プロパノールとでは、 消毒薬としての効力はさほど変わらず、いずれも容易に肝臓で代謝されるため、外用消毒薬としては両者の違いはほとんどない。幾分エタノールの方が急性毒性が低い。日本では消毒用アルコールの原料となる純粋なエタノールは、アルコール事業法上の特定アルコール、または酒税法上の種類として扱われるため、 原料の段階で酒税と同率の加算額、または酒税が課される。したがって消毒用エタノール製品では、加算額が課されない、一般アルコールとなるように、ニプロパノールや、ユーカリ油が微量添加されたエタノールを利用したものや、ニプロパノールや塩化ベンズアルコニウムとの合剤にしたものも存在する。このような変性アルコール製品は、 純粋な消毒用エタノール製品と比較したとき、アレルギー炭素や脱脂作用のリスクを考慮した場合、粘膜への接触や食器などへの消毒には不適当なものも存在する。なお、加算額が課せられている純粋なエタノール製品もある。アルコール濃度が高い場合は、ゴムや樹脂を防潤させ劣化させる性質を持つ。日本では薬規法により消毒用のアルコールは、 工業用アルコールに分類され、経済産業省の製造許可が必要であるが、同じ濃度でも国税庁の種類製造免許を持つ、酒造会社が種類として販売する場合には、経産省の許可は不要である。日本薬局法では、消毒用エタノールは以下のように規格が定められている。イソプロピルアルコールを添加したものは、消毒用エタノール IP という規格になる。 2020年1月、新型コロナウイルス感染症が拡大すると、日本全国の薬局、ドラッグストアの棚から消毒用アルコールの欠品が続いた。これを受けて、厚生労働省は、2020年3月23日付で、高濃度エタノール製品に関する通達を出した。その内容は以下の通り、この通達は数字にわたり改定された。 上記の厚生労働省による特例措置により、医薬品製造業者以外の消毒用エタノールの製造・販売の道が開かれたが、そのままでは引用種類と同じ製造上の規制や、酒税が課されることとなるため、国税庁は特例として、各種規制の緩和を行った。国税庁の規制緩和により、引用不可と明示した場合、 酒税法上の酒とはみなされないため酒税が課されず、小売りの際に種類販売業免許も不要となることが決定したため、全国各地の酒造会社で消毒用エタノールの製造・販売が始まった。ありがとうございます。